アーセナルに緊急事態発生、トロサール、負傷。今夜のベルギー戦では、レアンドロ・トロサールが負傷により交代となった。トロサール。今度はトロサール怪我かよ、どうなってんだよ。トロサール負傷とか本当にやめてくれ。代表ウィークはカス、代表ウィークはカス。マジネーションズリーグいらねえわ。代表という名の野戦病院やんけ。代表ウィークとかいう怪我人発生イベントマジで。絶対一人は怪我して帰ってくる。何系の怪我なんだ。なんかでも腕ゴール戻ってくる頃にトロサール怪我するんじゃないかもは思っていた。アメリカと比較して欧州のサッカー選手は地位が低いと思う。守られていない。例えば野球なんて選手がなるべく怪我しないよう学生の時から投手の球数制限がある。肘は消耗品だとわかっているから。セネテネーションズリーグは親善試合に戻して。